はい、2021年8月23日なんですけど、本日8月24日と日付回ってまして、現在が12時7分でございまして、まあ、ほっと瞑想したで、答えので、まあ、とりあえずこんな感じ、左の感じで成績できまして、デッキは右の感じ。あの、十何個とかあるから、どれってことない。一番最後のデッキをとりあえず、今さっきのかを拾ってきただけで、ということで現在が、こんな感じでございまして、まあ、ようやったね。ようやったけど、あれだね。ランク1の人おかしいね、あの人ね。私2つ合わせてもらえ勝てんぞ、あれ。勝利数は。ということで、結構、まあ、そのあたりの話は最後にしました。ということで、ん ?60? 違うね。56?56 の?ん?ちょっと待って、56の、ちょっと待って。43? 56の 43? どんなもん ?56 の 43?ちょっと待って、56か今隣のなんかあれだな、スマホ出してなんか転落、お前あれだろ、暗算かなんかそろばんあれだろ、なんか段かなんか持っとんだろ、その割には全然計算できない。ちょっと待って、56の、40?4、ちょっと待ってよ、43?56 の 43? そんなにいいの？そうだよね。56の 43? いいね。まあ、とりあえず、行く前に一応デッキ最後のって言いましたが、なんだけど、あ、もう今日はいいさ、あの対戦じゃないですけど、あのね、ここら辺、ここから、ずらーっとずらーっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15ぐらい。向こう回したら20以上か。向こうはあのデッキの再現性が難しいんで、手持ちのユルがやりたいことじゃないけど、表現したいことというか遊びたいことが少なすぎたんで、こっちでやってました、途中からは。向こうもやりましたけど、まあ、向こうも後でおしゃべりしますけど、まあ、もうこっちオンリーでいきますよ。あの表現ができるんですよ。あのユルが足りんとか、凸が足りんとかで。まあ、とりあえず、これから行きましょうか。一応右には貼りました、最後の一言。結論出てないんですよ。どのデッキで行きゃいいのか。ああ、あれで行ったら、こっちで行ったらって、こちょこちょ変えとって。まあ、とりあえず行きましょうってことで、どん。ただこれね、結果見とるとね、あの、バストテと、それからあいついますが、オバキュー。私、オバキューって呼んだんですけど、あの、メジデルさんは。なんか、オバキュー、オバキューのキュータルに取ると思うんですよ。私、勝手に取ると思ってますけど。あれの多分、補正のおかげで、勝てたんじゃないかなと思って、向こうはね、あの、バストテの凸が弱いもんでね、あいつ、体造、火力ありますが、日風だごと5000キロ。あれ使ったんですけど、撃てるけど耐えんもんで、多分そこら辺の差が出とるんじゃないかなって、バストテだとね、撃てるけど耐えますが、耐える瞬間もありますが、それだと思うんですよね、多分。まあ、適当に行きます、とりあえず。うん、ハードレフト。じゃないかなと思っとる。同じような、だって同じ人がやって似たような構成のようなこと考えてね、対戦しの相手とかね、おっ、いいデッキだったって、ちょっとね、ちょっとかだいぶこそっとパクってきてやっとるぐらいだから、ね、コンセプトは一緒だから、コンセプトと言わねえよ、考えとかそんな簡単なこと言えよ、そんな難しいことはね。迷ったんだろ。英語って一個難しいとこあってさ、あの、漢語でさ、日本語であんまやらんすが、あの、否定の否定は超肯定みたいなこと、日本の文章ってあんまなんて言うんだろう、ああいう文学者じゃないけどさ、ああいう編集者とかそういう文章ってあんまあれですが、尖った文章じゃないけどさ、でもあんま好まれないですよ。だけどあれだもんね、そういうのが、まあそこは言い訳なんですけど、ここはやっぱ私水じゃないかなって勝手に思ったんですけどね、ただ引き継ぎたくないっていうの、うん。と思ったんですよ。ジョイ、プレジャー、レジャー。お前あれだろ、これもあれだろ、スペルが似とるだろう。あの、盤面に集中しなあかんよ。引き継ぎたくないで、これ、ホタルにしとるんですよ。あの、田島に。田島オールマイティにさしときたいんですよ、あそこだけは。とりあえずは。その次のターンからは、あいつ、豪大食らう可能性があるからね、全属性ちょっと、あ、でもあれか。その分、あれだね、ウィッセルのサポート、少ないけど、もらえる瞬間もあるから。で、変えとんですよ、逆に。オバキューだったら逆に水を引き継いでもいいかなと思ってますね、素直に。うん。これもね、私本当にやるこの同角のさ、ザットなのかワットなのかさ、そこら辺のところの電話なに、完全部なのか不完全部なのかさ、これ、ここ、この、あ、また音が。また音が、また音が。
もう俺の本当にお前本当にこのお前敵の遅延も嫌なのに画面も遅延してどうすんだこの野郎。あ、嫌なやつできたな。ちょっと待って、これどんだけの、ちょっと待って、3、3、3、3、4、2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 、4、
ありますが、勇気があるみたいなやつ、あれスペルが似たやつ、あれもようやらかすよう出るよ私だから問題対戦中ずっと思ったもん、なんか俺の嫌な問題ばっかなんかよう出るよな、まあそういう風にしとんだもんな、それねえ、入らんな、入らんな、はまらんかったな、はまらんかったな、はまらんかったな、まあいいぞ。これも嫌いなやつなんですよ。意外にね、今12時って言いましたもん。5時とか7時とかそんなもんぐらいね、割とね、入りやすかったと思うんですよ。もう使うしかねえな、使っとくかも。とりあえずあの幅切りもまたもう一回復活されてもうっとうしいでな。でジミヘンも火抜いてくるしね、あそこのお化けのとこ難しいの、ね、色がね、火で痛くないもんね、ラムで疲弊しちゃうとね、お化け入っちゃうもんね、まあ、その絡みで2枠の答えが出てない、本当に私がってことないけどね、そういう意味で言ってるわけじゃないですけど、ここももう一個いけんか、もう一個いけんか。全部あれだもんな。向こう使ってくるかな。使ってくるでもう押しとくわ。多分押してくるだろう。だわな。押してくるわな。そうだわな。先生、幅木が見えとるもんな。もういいや、押しとくわ、そうは。キャットさんまで来やがったな、本当に。遅延が結構ね刺さるかなと思ったんですよね。4が動くってことは4の遅延が動くってことだもんね、うん、って思ったんですよ。迷っただろ、迷っただろ、あんた2不定詞か不定詞だとかどっちだから迷ったろねえ、答え出てないですよね。特に2枠が本当に答え出てない。水辺入れたりしてるんですけど、難しいよね、あれやり方ね。来ちゃったね。あの、金魚じゃないけど、ランコちゃんも使いましたよ、私。ランコちゃんも使っとくか、せっかくだで。ねえ。いや、一応下げとくけど。ダメだけどね、うん。せっかくなんで使っときますわ。やりましたよ。ハマればだけど、難しいね、あれね。うん、左側におる人の確かに特権だもんね、いいっていいのありますよ。ありますけど、難しいね、あれは本当。これ別にデンジャラスでペインフルでもダメなの？危険だとなんか痛そうだもん。そんなことないっすよ。ダメかな？お前もういいよ。もういいよ。答えに従え。もういいよ。まあ一応あれか。食べとくだったら。スタートコンプレックス、あーまた嫌い来ましたね、私の嫌いな問題来ましたね、私の本当に何これ。いやそういう風にそういう風にしとるんかな、こっちでいいですよ、こういう風でいいですよ、あのどんどん悩む問題来てくれたらどんどんあの間違えてね、あのそっちの方があのためになりますけど、負けてもいいです、前半になってもいいです、ありがとうございますということで、まあ、今ちょっと勘があったよ、多分 A じゃなかったかなって、物体じゃなくて人が多分 A じゃなかった。ちょっとそんな感じで、もう見切り発車でおっしゃった。ありがとうございます。1000X ということで。で、あ、なんかみんな同じ数字が並んで、ちょっとほっと一息みたいな。そんな感じでございます。これがね、使っとった割には、まあ意外になんか、遅延が効いとるわけじゃないけど、風ったかなーって、全部統計取ってるわけじゃないですよ。適当に、あの、一回ずつ変えてきますわ。どっちみち1時間、今15分だからないから、せっかくなんで金魚行こうか。あ、ここら辺もあれですよ、あの対戦相手のお方からあのいただきました、いろいろ皆さんの対戦相手、私と対戦したらダメですよ、トレースしますから絶対にね、トレースしますよ、ちょっと気になったらトレースしますよ、ちゃんと、うん、そこからアレンジしてってやりますけど、金魚さんのランコちゃんのせっかくなんでランコちゃんやっときますか。こんな感じで作ったんかな、これならまあ動くかなと思って、まあ、やってみましょうか、とりあえず行きましょう、せっかくなんでね。一応幽霊を2発は耐えれる、3発まではちょっとあの手持ちの段位がねなかなか振ってこんもんで、日曜日だとあれなんですよね、あの対戦があるとね
ネギさん集会ができるんですよ。昨日だってしてないですよ。今日月曜日でもしてないですよ。週クエの分、週クエじゃないか、毎日クエ、デイリークエストかの分の、曜日字幕か、あれを一回やっただけか。それだけでもやってない。いや、そんなんやると対戦制やった方がいいよなと思って。ダーウィンはね、お金で買えるけどね、時間はお金で買う。お、かっこいいことだ。お前、嘘、違うだろ。お前、面白いでハマっとるだけだろ。だから、それで貯めれてないとこありますからね、とりあえずね。言い訳しなくていいよ。これもさ、フォーチュンとかでもダメなの？チャンスでしょ？オプションとかさ、選択とか。これめっちゃ私3択だね、今の完全に。だった、あれだったじゃないかな。こいつ確か体力多かったよな。確か多かったよな。ミニスター押しそうになったから M 書いてあるで。アシチューだでメイヤーだなって。M、M で押しそうになったな。音が出んかったらやばかったな、本当に。だからあれだもんね。文章とかでもあれだもんね。音があった方がいいもんね。そんなもん前だよ。文章じゃねえか、そんなもん。恐ろしいのができたらなんか、ロマン法でもなんかやろうとしとるか、あれは。次になんか引き継ぐか、なんか出てくるか、シレーナで出てくるか、次に。不気味な目だな、本当に。夜出てきたら怖いね、あれね。泣きそうになるね、あれね。泣きそうってあれだね。動物とか私降ってくるの泣くね。泣く泣く。うちのちょうど裏のところに出てくと、たまにカエルとかポコって出てくる。あれ本当泣きそうなんで、落ちちゃった。しょい。もうあれだね、目の部分見ると過剰に反応するよね。指放水聞くだけで、なんでこない目の部分なんか今日驚異的な存在っていうかさ、今まで全く無視しとったんですよ、私。別にラムで火買うやさ、映すしさ、目の部分が出たら、とりあえずなんていうの、回答しなければいいっていうの。全員風邪だったら諦めるみたいな。って思ってたの。今日めっちゃ厄介やめて、なんか、指放水あるで余計かな。目の部分もいろいろやったんですよね。同じところにさ、あいつ、ピーちゃんとかでさ、体力回復させたりとかさ、まあみんな多分考えること一緒だと思うんですけど、進化パレンケ入れてさ、火のカットして守ったりとかして、いかに目の部分って思いましたけど。運ゲー感は非常に高いね、あれね。さ、あ、遅延ボーイがおる。遅延ボーイがおるな。遅延ボーイがおるな。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 ボーイがボーイ、ボーイがおるな。あのクソ、言っちゃったな。ニート、汚い声も吐きそうだね。言いそうになったね、言いそうになったね。言いそうになったね、思っとるけど言いそうになったね。あのニートがーって入っと。さて。よし。あ、これ逆語だね。逆語だね。お前あれだろう、遅延されたやつやお前ニートたけたんだろう。そうだろう、お前だろう。今の何も考えてないんだ、無意識にやっただろう。一応まあこんな感じで出せたかな、とりあえずランコちゃんのだっていうところで。こう、おっと、目の運が向こうも、あれ、あー、まあ向こうもいるよ。向こうもいるよ。まあいかん、お前あれだろう、恨んどんだろう、ニート遅延されたで。もうここはもうあれだね、蘇生はまあいいけど、これずーっと対戦通しとって思うんですけど、これ例えば何、分かってる人と分かってない人でさ、タゲでもさ行ったりとかいろいろありますが、え、あ、うまいな、うまいな、向こうのうまいな、うまいな、本当にうまいな。逃げ道がねえなこれな。まだ、お前またニートとこタゲ取んな、お前。相当ち、あ、さっきの遅延あれだな、あれ。だからこれを、なんて言うんだろう。みんなさ、あいつ、ランコちゃんでできた時にさ、タゲタゲって番号言います。番号言ってさ、当たり前だけどさ、ランコちゃんのところタゲもらえてさ、やっとることは間違ってないよね。だけどあれだもんね。ここら辺で発揮させたかったね。さて。ランコちゃんもいいな。ランコちゃんね、あいつが目の部分があった。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 あれって幽霊でどんなんだ？怖
本日補正キートであれでしょ、1000以上あるでしょ。あー、1000銃であれなんだ、耐えるんだ。1000銃、さて、ちょっと待てよ、222、さて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 。エヴァンジェがおるもんな。あの、エヴァンジェがおるときの、あの、ランコちゃん撃ったときのあの、絶望感。幽霊でたけって思ってるとこあるね。そこら辺あるね。あの、あれ。ランコちゃんの4形態か。あれは見てないかな。私の体制の中で自分使っとったぐらいかな。コストが重すぎるだね。まあ、無理やり入れたんですけどね。面白そうだから。うん。お互いあるな、ランコちゃん合戦だったね。そう思って最後にね、水変とかしたやつ入れるのを思ったんですよね。あれ一番あれなのが最後にユキちゃん置くのが賢いよね。朝一だったかな、一発目でやられた。なんだこれと思って。あー、エヴァンジェがカーペットだけど、あれって200%だからどれぐらいいく？エヴァンジェ1万ぐらいいくのか。みんな体力多いな。みんな体力多いな。これ次撃てるんか？足りるんか？足りるんだろうこれ。全員の体力で足りるかこれ。火力で。幽霊あれだもんな。自力だとなんか2万ぐらいならんの？そんなあるわけねえや、そんなの。ありがとうございますということで、まあ一応ランコちゃんのネタ的には出したんじゃないかな。あのあれだね、幽霊がおるときに出せるとなかなかそこまで。ありがとうございますということで、一応ねあれで今のね、ちょっとあのそうか、右のあれがスクショが違うだったんですけど、一応見せます。2突向こうがね2か3ぐらいだったかな確か。でも向こうバスト手側の弱いもんで、あの表現できるんですよ。コスト的にうまーくはめにくんで、175が。これで一応ね、食らった時ね、幽霊2発は耐えとった、普通に。うん。ただ、最後にね、ゆきちゃん置かれた時に、まあ、そのおしゃべりは最後にしましょうということで。でね、使ってたけど、やっぱ私的にはね、シレーナがやっぱやりやすいかな。好みがあるね。シレーナが良かった、なんか。でもああいう遅延デッキじゃないけど、あれが意外になんか、これはそうか、最後に喋った方がいいね。ただこれだと今やるともうあれだろうね、そこのラムのとこあいつに変えた方がいいだろうね。ああ、弾もやりましたね。あれシレーナはないか。こっち、これもやったけど、ちょっと答えが出んかったかな。あれシレーナはないかな。シレーナの、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。これだな。こっちか、こっちか、これを、これじゃない。これを、こっちだ。こっちの方がいい私。これで行きましょうということで。まあ、これが一番好きかな、多分。あの、納期になったらこっちの方がやりやすいんだね。まあ、とりあえず行きましょう、どん。ただこれ確かに何、シエーナと水風だから火食らわんとか、たまに出てくるゴーダで止まらんとか。抜けれるのはいいんだけど、抜けたからって勝手出るって保証がないんだよね。いや、思う、なんか。ああ、行った行ったって思っとる割にはなんかやられるから。デッキ的にだからそういう風になんていうの、自分の力だけの火力で行くより、って思いますね。行かん方がいいんじゃないかなと思って。そればっかのデッキ使っとったわけじゃないですけど、成績は良くなかった。うん。多分。あの、統計取ったわけじゃないですよ。なんとなく使っとった体感で。って思ったんですよ。あれ音が切れた。音がまたとりあえずこっち行っとくか。ネイティブ、アイソレイティブ、インディジナス、インターネット。あ、おっしゃいましたね。おっしゃいましたね。ここら辺のところもさ、その今おっしゃいましたで、ね、言っちゃったけど、メノムのその何スキル仕様とかじゃないけどさ、それからランコちゃんのさタゲでもさ、あのパンドラみたいにパンドラをタゲればいいってわけじゃなくて、リーダーをタゲらなかんとか、一番左をタゲらなかんとか、なんでまたさっき知恵みたいなことさ、この野郎ということで、それがさ、あの不親切ってことないけど、多分分かりにくいからさ、知らない人じゃないけど、初めての人じゃないけど、やってなかなか理解しにくいと思うから、あんまりなんか固まって遅延なん、何この野郎、クソタレだなこれ。ちょっと待ってくださいよ、最後ぐらい、いや最後の日ぐらいちゃんとやらせてくれよ。
なんかあんまりじゃないけど、不親切さはあるかなって、なんて言うんだろう、ハゲてない人とかさ、ハゲって言われてもさ、で番号だけ言われても、あれ多分わからんと思うんだよね。そのだってね、ランコちゃんのところ番号言っても、ランコちゃんのところ下げちゃダメじゃん。ランコちゃんがリーダーならいいけど、ちょっと待って、そのランコ見てないよ。ちょっと待って。なんか本当あれだな、嫌な問題ばっかだな、私サッカーずっと。かわしてなんか当たってるような感じで。単純な問題に見えて私には返してるから遠いんですけど。喋っててもちゃんと本当に3って言うのかよ。ちゃんと、だって4だ、4になっとるあんた。全然ダメじゃないの、これ。全然ダメじゃん。あんな発動させて。ちょっと待った、ちょっと待って待って。独占だね。モノポリーっていう確かあれだもんね。あ、肉ワウが来たな。必殺の肉ワウだもんな、あれ。貫通だもんな、あれは。あれももう本当に、はばくってことは溶かされるもんね、一発で。ありがとうございますということだけど、あれだな、書店残しがめんどくさかったな。漢字難しい。漢字難しい。これがあれだね、蘇生お互いしちゃうと知り得ないのもったいなさだよね。体力ないところに持っていかなきゃ思うんで。そこのガス欠感があれだろうね。負けじゃないけど、っていうところがあるんじゃないかなって勝手に思ってますけどね。これ一個さ、今相手遅延いますが。で、隊長先生、蘇生のスキル使ってますが。で、これ蘇生のスキルの人触ってもさ、残りのさ、スキルの数がさ、見れんっていうの。それ見たいんですよね。いや、そこでさ、私番号覚えてなかったのでさ、今日あったんですよ。自分が何蘇生使えるけど、遅延食らって足りるかどうかってところ。それが見れんかったんですよ。それを見たいかなって。だから何遅延食らったら、隊長がスキル使えんけど、私は使えるという状況はありますが。で、そこでよくそこが見えんくてわからんくてありがとうございますという選挙ということで。で、ダメだった時があったから、それ見たいかなと思ったんですよ。思いますかね、このデッキ。ありがとうございます。ごめんなさい。すいませんってことで。ちゃんと残機とか見とかなかんや。綺麗になんか綺麗なさ、打ったふりはしとるんだけどさ、それがなんか勝ちに貢献しとるかって言われると、噛まれる時っていうか、生きる時はポコーンっていっちゃうけど、安定デッキではないかなというところで、まあ適当に行きましょう。時間もないね。もう30分だもんね。順番に行くか、前から。前から順番に行くか。言い出したら切りないもん。全部できるかな。それっぽいとこはピックアップしていきたいかなと思って、これもそうですよ。対戦相手の方から拾ってきましたよ。すっげえ面白そうだった。あ、そういう引き付け方もあるんだって。シレーナやったもんね。これはそこら辺を応用したんかな。遅延がはまらんかなと思って、難しいで、なんとかうまく引き付けれんかなと思ってやったんですけどね。そう、玉コンボもやったね。やりましたね。玉コンボ行ってみますか、だったら、とりあえず行ってみますか。喋っとる人だったら一戦やった方がいい。とりあえず行きましょう、どんってこと。どれがどれって本当に答え出てないですよ、真面目に。魅惑の答えも出てないんですよ、あれが。一応メノムンがおるから色変えていきたいけど、それを引き継ぎたくないっていうの。要は3枠に。田島だったらまだあれだけど、そうかそうか、違う。オバキューの方は引き継ぎたくないね。木は嫌だね。バフ食らうから。で、バフって言った方がいい、バフって言った方がいいか。要は相手の、ね、火アップじゃないけどさ、パイセンとかジミヘンとかね、火のアップのやつとかいますが。そこら辺が嫌だよなって、食らいたくないからって思ったんですよね。これ体力的にと、あ、そうか、そうだね。そっち行くね。うん。Typical, physical, public, personal. そうだよね。あれ絶対貫突だよね。6000X だったあれって確か、幅き打てる数字だもんね。8500出しとる、絶対そうだね。あれはね。さて、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 さて。あ、ごめんなさい。すいません。ごめんなさい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 。ここのさ、でもさ、これ、進化パリンカいますよ。
ここのさ、答えが出んのはな、水編もやってみたんですよ。やってみたんだけど、あの5めんどくさいですよな。うん、これ打てんのだよね。打てんのですよ。打てんのですよ、これ。打てんのですよ、これ。打てんのですよ。打てんのですよ、これ。パレンケがおらんくてもさ、あの、ラムでラムって何？打てんのよね。ラムの設定的になんだあれ。火力の方が低いんか、確か。体力の方が高いんか。そこが歯がゆいんだよな、使ってて。だからあっちの方が、ホタルの方が私はいいかなと思ってるんですけどね。どっちみち火かかってくるのもうわかるもんね。こっちに目のものだったら変えるしかないもんね。自分が撃たれるとかまだそういうことの問題じゃないもんね。ほらね、あれを食らっても本当撃てるんですよ。向こう私押した方がいいだろう。ん？ね。これがそうか、こっちからかな、どうしてもな。ん？ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい、すいません。ごめんなさい、すいません。ようやらかしたな。ごめんなさい。あの、ちゃんと喋っとってバレるわ。そう、これが何、あの、あいつかかるとかあるもんで、あれだよね、オバキュンとか、ああ、ダメだったね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 。こっち行った方がいい。そうだな、これ間違えた分の2がちょうどあれだもんね。ちょうどやられとるね。笑い事じゃないよ、あなた。笑い事じゃないよ。玉はばきも何、朝の最初の時間とかはよかった。だけど最後に2匹とか入れてこられると、きついよねっていうところあるね、素直にね。うん、それでいくか、それちょっとで。そうか。ああ、キジーもやった。ああ、火に変えててどうかなって、やったやった。うん、確かにそれが一番早いって早いよね。つながりがなんか難しいかなと思ったんですよね。うん、さてということで、あれがおるな。師匠が待っとるね。ようこそいらっしゃいって顔してるね。こんにちはって顔してるね。いらっしゃいって顔してるから、あれ。あ、いらっしゃいって。あ、剣士も動いた。いやーって。いやーって。いらっしゃいって顔しとったね。いやーって顔しとったな、あれ。いやーって顔しとったな。いやーって顔しとったな。な、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 な。な、な、な。いやーって顔しとったな。いやーって顔しとったな、あれは。いらっしゃいだね、あれは。いらっしゃいだな。さて、ここはあとあれか、火力はというところか、どっちみちここあれだもんな。あっちも体力多くなるよね。なるよな。全体満員にしても防御の分どうか。際どごめんなさい、ありがとうございますということで、よくあなたそんだけ足引っ張って勝てたね、本当に。ありがとうございます。すいませんでした。ごめんなさいでした。ありがとうございます。すいませんでした。ということで。ごめんなさいということで。お前、ほんとにあれだな。あの、皆さんに助けられそうぞ、これ完全に。絶対そうだぞ、お前。の方が。お前なんか足引っ張っただけじゃない、なんか。ちょっと待ってくださいよ。このさ、私、ディップとリンスとさ、同じ意味に捉えてるんですよね。リンスってなんかあれでしょ、あの頭洗うやつでしょ、私そういうの使わんで分からんのですけど、昔のなんかあれだね、薬師丸ひろ子かなんかのチャン・リン・シャンとかさ、お前どんな世代だねんってことで、とりあえずいいとして、あの、あれだぞ、ハブがあるから、あれだぞ、ハブだけど、ということで順番に行こうとするんだけど、今35か、次これやったか、これやったか。これは4枠がね、ここは疲弊でトレンドにならんかなってこれでやったんですよ。まあ、これいこうか、だったら。これいこうか。うまーくなんていうのは結構あそこ疲弊ありますが、そこで蘇生が拾えんかなっていう風に入れたんですよ。
それで入れとる人おったかな確か。うん、いやあれですよ、こうやって対戦した時さ、 S の横にさ、あのプラスありますが、あれ3つついてる人のデッキとりあえず見るようにしてますよ。そこまでいっとるってことは多分7割以上ぐらいは多分アベレージとして出しとると思うんですよ、少なくとも。ってことはそれなりのデッキは構築できとるっていう想像して、ちょっと少ないね、できれば5人がいいんですけど、今そのまま行きましょう。そのまま行く、あれ5人のがいいんだけどね、できればね。これもう出れんね、出れんもんね、マークないね、これマークないもんね、これマークないもんね。1対1だとデッキがあれなんだよな、サポートとかとあかんしね。逆に火力構成だといいっていうとこあるけど、そこはあるだな、確かにな。うん、アタック、これどれのデッキできた、確かどれだった、右側あれがないで分からんな、音がプチプチ切れるな。混乱よりなんか驚きじゃないけどさ、しどろもどろみたいな、それを混乱っていうか。ね、この展開をね。音が本当あれだな、これどのデッキだったこれ来たの、確か。どれだった、なんかまた音変になったな、なんかなんかなんか音変だぞ、またなんかなんか音変だぞ、またまた変だぞ、なんか。これ嫌いな問題だし、嫌いな問題、いやスペルにとるから、それなんですよ、それなんですよ、それだから嫌いなんですよ、嫌いなんですよ、それだから。うん、チャンピオンシップ、こっからさ、情けをかけるわけじゃないですけどさ、ありがとうございます、先生。引き分けにしたかったんだけどさ、その何、なんていうの、間違えてさ、情けをかけるみたいなことさ、したくないしさ、されたくない、なんかかっこいいこと言うな、あなたね。って思ったんで、そのままやめたんですよ。スキルは使わんかったのは、ちょっとそんなところの事情なんですけど、1対1じゃちょっとあかん。1対1じゃちょっとあかん。まあいや、時間ないで飛ばしていくわ。これ最後に要はなんて言うんだろう、あれあれ色変してランコちゃん対策でやったんですよ、どうかなって。まあやっていこっか、やっていこっか、時間もあれだもんね。40分、1戦ずついけばあれか、40、4試合ぐらいか。ただこれは非常にはまらない、はっきり言って。ほとんどなんていうんだろう、その最後のランコちゃんのデッキに合う人が少ないし、かといってこれがないです。最後の局面でさ、ユキちゃんで色変して水に変えて、うまーくそのタイミングに合うっていうのが本当あれなんで、確率的に低いんですよ。だから、そこまで多分対策しんでいいと思う、はっきり言って。やらん方が。って思ったんですよ、私は。ただ最後にユキちゃん置いとけば、絶対打てる。うん。絶対ラン、あ、だって2ターンあれだもんね、罪だよ。ランコちゃん使っとる方が罪ですよ、あれは。それになる。うん。なんか動き微妙に固まっとるな。ホットラルダーでサッカーずーっとさ、私嫌な問題ばっかり出てくるよ、これ。こう回答は一応しとるつもりですけど、あれだよ、カウントかわしとるだけで、個人的にかなり嫌いなやつばっかりですよ。うん、なるべくね、引き継ぎたくないんですよ、これ。できれば本当はあれなんだけどね、あっち打った方がいいんですけどね、田島ばっかだで、ね、まあいいかなってヒッターおるし、筋で行けば絶対あれだよね、ラムタゲルだろうね、田島がおるもんで、田島じゃないヒッターがおるもんで、
これでとりあえず、まあどっちにしろあれだもんな、クラブはクラブだな。あのあれ、確かに私もやりました、この3枠にパレンキョのめっちゃハマると思う。だって火変えるもんね。一発はあれだね、サポートできるよね。パレンケとかオバキューとかの耐えるか耐えんかのラインのところをね、50発とりあえず吸ってくれるから。ただ2回も3回もっていうことで、どっちかってあれだね、ほんとサポートだね。そうだね、ここの1回でもあれだもんね、次の効力がちょっと弱くなっちゃうもんね。うん、2回攻撃があるからさすがにあれだもんね、オバキューはいけるもんね。ただ仕事的にはあれだね、そこでコストで、いくつだったら進化パレン、本当なんかめっちゃなんか固まるじゃないけど、なんかこれもう今からあれだもんな、なんか日によってあれだね、すねたりすねんかったでしょうね。あ、オバキュー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 、とりあえずこっち一応下げっといて、最後に本当はユキちゃん置いた方が悪いかなってなったね、とりあえずね。あれだな、ランコちゃんが見えとるもんね。できれば相手があれだね、5人ぐらいおるときのが一番理想系だね、割とね。ここで1枚とりあえずカードは切れると。まあ、体力多いとこ打っといた方がいいもんね、一応ね、とりあえずね。そう。めっちゃでかい来たんだよね。フラッシュのあれだよね。辛い起こしじゃないけど。ねえ。一応まあここまでやることはないんですよね、この展開でいくと。このデッキがそんな役に立ったってことは、一応作ってみた、こんな感じでランコちゃん対策するのはこんなあれかなと思ってって思ったんですよ。蘇生ずらしじゃないけど、そこら辺もうまくできんかなーなんて、まあタイミングがなかなか難しいんですけどね。わざわざ水に変えてパレンキを殴るなんてアホなことやってますけど、普通に別に水に変えんでもいいじゃんっていうのはありますよ。ありますけどね、確かに。うん、一応そんな感じで作ってみましたってことですね。これ一個さ、似てるような問題でさ、なんだかな。ウィズがあるけど答えがなんかウェアになるやつだったかな。それとね、結構コンボ部分入ってたんですよ、私ね。まあ一応、これは考えただけではっきり言って機能しとるわけじゃない、とりあえずは。エヴァンジ、最後に仕事したな、本当に。本当に。3ターン継続じゃなかったらやばかったな、これ。ありがとうございます。センクということで。これたまたまですよ、こんな最後になったの。ランコちゃん用にやってるわけだから、この展開を想像してるわけです。ありがとうございますということで。なんで、こんなこと多分やっとるな、なんてみんな思っとるでしょうね。で、まあ、暇人のということで、それで、これは3枠に幅を置いたんか、4枠か。ただ、あれ食らうよね。なんだ。あれあれ。師匠とか師匠とか師匠とかのあたり。それから肉はウーム食らうよね。あとどんなもんぐらいだろう。これもまあ対戦相手さんからある程度は拝借してきました。大体このあたりもそうです。拝借したのは自分なりにちょっと加工してったってところか。一番あれだったのがそうか。これ割とあれかなと思ったんですけど、もちろん当然あれですよ。拝借したやつですよ。当たり前ですよ、そんなもん。一回目は私あれですよ。コピー人間なんかとりあえず行きましょうということで。
これやってみましょう、とりあえずいきましょう。どうも、あの最後の遅延じゃないけどさ、高山先生とそれからなんか4の2の遅延と5の2の遅延、まあ割とハマりやすいんじゃないかなって。どんなデッキにしても、あの3枠を田島にして火力寄りにしても、5枠にして耐久寄りにしても割と意外とあれかなって。他にやっとった人はね、4枠高山先生でね、5枠をね、あいつな、あ、7ターンの遅延のやつ、7ターンで5遅延か。あれでもね、2、3回一緒になったんですけどね、機能しとったんですよ、あれが。うん、すげえよな、と思って。クロスロードとさ、クロス7ターン。あれも、ほっとあれだね、今日。今日っていうか。私的に言うと、多分皆さんは簡単だと思うんですけど、嫌な問題多いね。まあ、そういう風にしてあると思いますけど、ね、わざとね、わざとね。あの、自分の苦手じゃないけど、そこの方を思うんだよ。さて、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 さて。詰み将棋だよね、相手、多分。なかなかこの展開はなかった。いつも綺麗に抜かれとった、ユカさんとメロさんで。これでオーバー級。ちょっと待ってよ。引き付けの要はあれですよね。すごい賢いと思う、これ、真面目に。普通だとあれだよね、そのパレンケとかさ、あの手のタイプをさ、色変えて引き付けて、その後に全体攻撃ってやるけど、今回で言うと、あの、全体攻撃は、ビッセルしかいないですか？ビッセルと今、風入ってたか？入ってたね。要はね、水のね、全体させたって、ね、ミカンみたいにさ、うまーくはまるってわけじゃないから、それが難しいんですよね。うん、ずーっとずーっと結局そうやって引きつけていくとさ、最終的に4枠か5枠までいっちゃうんだね。4枠でもあの、あなた、マンイーターいますが、水を3ターンか。あれじゃちょっときついよね。そう考えると5枠のミカンの全体とか、それから、我らはニニギのね、あの、火力パーセントアップとか、そのあたりになりますよね。あと全体攻撃系か。うん、ほい。とりあえずはということで。ここ本当にね、あの、遭遇しやすいんですよ。うまーく。4とこが。で、引き付けた後に何試合いいかなーと思ったけど、遅延阻止した方が意外にはまるんじゃないかなーってやってみて、恐る恐るやったんですよ。本当は最後強気にね、6の3の親父とか入れたいけど、コスト的にちょっときついんですよね。そこら辺のところの兼ね合いがもうちょい煮詰めてもあれかなーと思ったんですよ。うん。要はなんて言うんだろう。引き付けるときって当たり前だけど、普通だとさ、あの、火の、コスト無制限とかさ、例えば、4ターン目とかに行って、だいたい綺麗に4で行くとかっていうケース多いですが、だからみんななんて言うんだろう、2番目にエズナさん置いてさ、早く終わらせたいな。置いてさ、お前、タメ口じゃん。ごめんなさい。ってことで何は謝っとるの。だそれがなんて綺麗に行くもんで、シレーナの、シレーナじゃないね、シー様だね、シしか当てないの、遅延が決まりやすいんかなって思ったんですよ。うん。どっちだったかなって思って、俺、2だったかな、4だったかなって思って、ちょっと今ね、鼻が出そうになったけど。だけど、こうやってなんて言うんだろう。昨日の秘密とかでもそうじゃないけどさ、ニュー先生に引き付けて、それからウーマンとか、それからね、ヨネクラのやつで、ヒソセンか、あれしてずらして、ずらしてじゃないけど、して、なんかほんと、なんかめっちゃ固まってるこの野郎とかあるんじゃない、これね。うん。っていうのかな、そこら辺のところをこんな感じで引き付けて、すごい賢いなと思った。いや、もうすぐ採用しましたよ。なんかおかしなデッキだよなと思って。違和感のあるのがなんか出てきたし、なんとか、もう順番がなんかおかしい時っていうかさ、なんか普通と違うっていうかさ、ちょっとこれ固まりすぎじゃねえ、マジで。ちょっともう勘弁してくださいよ、これ。おい。止まっとけ。
なんだこれ。多分1位じゃないかな。自信がないでさ、自信がないでさ、自信がないでさ、なんか違うよな、違うよな、違うよな、1位じゃないかなっていうところ差でついたけど。あ、この展開もあれですよ、こんな風に、こんなね、高山先生が残るってことはないけど、それでちょっと待てよ、1-1か、1-1、蘇生だな、もう絶対蘇生だな。二蘇生のこと。で、これだってね、密かにね、ヴィッセルのサポートもらっちゃったりするんですよ。高山先生、火力ないけど、一応、1000いくつで5000ぐらいばらまけるならね、悪くはないよなって。うん、でこれ二人であれだもんね、5000、5000、まあ6000か、6000、6000で1万2000ぐらい拾っとるもんね。火力的には高くないにしろ、一応あれでなんとか仕事はできとるもんね。ここまでは間に合わんかったか、さすがに。うん、これダメ、これダメ。これも嫌い嫌い、これも1番のさ、オホリとさ、4番のさ、とさ、ここの2者作一なんで、ね、個人的にはどっちでもなんか意味的にいいんじゃないかなと思っとんですけど、答えが答えなんでって思っとんですよ。あ、そうか、これ道義コア反応じゃないか。考えた人でもこれマジですごいと思っとる。本当に早速採用しちゃった、見ちゃったらさ、いや本当に思っとる。これエヴァンジェが、あとあれか、容疑者とかってこと。他がなんか、ね、似たような言葉できちゃってピンちゃったけど、ありがとうございますということで、センスということで。だから私の言葉で言うとさ、なんか新しい先落ちじゃないけどさ、引き付け方、私引き付け方、引き付けるって言うんですけど、ありがとうございますセンスということで、あれがすごいよなと思って。普通ね、まあそれは後で喋りますわ。大体ウーマンとかさ、そこら辺のパレンケとか使って、その後にね、みかんとか全体攻撃していくとか、そういうのが筋だと思うんですよね。ということで、そうだね、最後の一戦になるか、最後の一戦になるか、最後の一戦ぐらいだったらあれか、シレーナで終わりましょうか。最後の一戦ぐらいは全部ができんかったもんね。あー、どれかやってんやつ、どれだった、これやったもんね。はばきのやってないか、これいっとこうか、だったらこれいっといてやりましょう。とりあえず全部、これが多分最終戦になっちゃうと思う。55分なんで、とりあえず行きましょうってことで、ほっとり答え出てないですよ。3枠のはばきはそんなに優位性ないかなって。だって今までの試合でね、多分皆さん本日やってれば分かる通りにね、師匠でぶっこ抜かれるし、ニクワウーでもやられるしね、なんかそんな名前の方というか、あれなんか使ってくるのかな。とにかく、はばき対策じゃなく、火対策されたり、風対策されるから、もろもろになるし、んで、パイセンとかかまされたらね、パイセンとか三枠に使ってきたりという必要もありますから、まあ、対戦やってると多分皆さん分かると思うんですけど、もろいよね。そんなに優位性がないと、もあれを置いといても、って思ったんですよ。どっちも行きたいけど、亀も行きたいけどな。亀一番手怖いんだよな、実は。実は一番手怖いんですよ、あれ、本当に。賢いだと思うよ、あれ。このバスト手とか、あの辺りがおらんかった。だって、はばきとかでも打てんしね、あれ確か。あ、打てんかったと思うんだけど、体力が高すぎるで。いやらしいやり方だと思うよ、あれは。うん。行ったか、行ったか、行ったか、行ったか。行ったか、行ったか、行ったか。いや、よかったと思ったでしょ。あの、矢印のあれが線がうまく見えんかったし、もう、ちょっと突貫運命してほしいんですけど。単油化がおるな。単油化がいっぱい出てくるな。んあー、もう一戦行きましょうか、とりあえずだったら。あれも多分さ、まあ、とりあえず行きますよ。あの、あんまり大きい声言うわけじゃないけどさ、途中で大体さ、例えば5人全員さ、問題間違えた時とか、スキルミスじゃないけどさ、色間違いしてさ、完全恨み食らってやられた時とか、色変とかで、
変えるか変えんのかの判断でさ、二者三様やられてるとかって、結構そこでもう多分負けじゃないかなって見えるのがありますが、特に初手の問題間違い全員やらかした時とか、まず難しいですが、多分、ね、切断しとるんじゃないかなとなんとなく思います。なんか固まる画面で、あー、ダメだよね、これ終わっちゃうよなって、あれ？って、やるなってことこれ。やるなってことこれ。別にいいとは言わんけど、いいとは言わんけど、あの試合最後までやってチケットぐらい欲しいかな。チケットの権利ぐらいっていうの、そのチケットゲットマンってありますよ。そこら辺ぐらいが欲しいかなって。別に負けとかはいいんですよね。別にそのね、勝率とか別にこれなんていうんだろう、このデッキの優位性の指標を探るためにやってるわけでさ、これでなんかさ、俺すげえぞって別に言うわけじゃないからさ。本当に思ってるのか、ちょっとなんかあれだろう、そんなことないのか。あ、なんかすごいのができたぜ。なんか邪悪な魔法を打ってくんか、なんか。ちょっともうこの塊も本当にひどいんですけど、これとりあえず。またなんか亀がおるぞ。亀打ってここだったら。これがあれなんだ、宗教的なってことだもんね。ちょっとせっかくなんで今度カメやってみる。なんかさっきとハイパー似てるような感じするんだけど、そんなことないから。本当はあいつ打たなカメやね。うん、分かってますよ。ここら辺で体力多いとこは、こっちここだったら。うん。音がなんか本当ひどいんだけど。これもダメな展開として続けれるかな、最後まで。59のティーンとかなんか音言ってんだけど、ティーンとか言ってた、ティーンとか言ってた、ごめんなさい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 、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、え、二人あるだね、ごめんなさい、すいません、すいません、あ、見事にあの罠にはまったな。これ誰もいかんね、風邪だよ、罪だね、しょうがないな、諦めるわ、もう。音ほんとひどいぞ、これ。最後の試合がなんかあれだな、これもう59分なんてダメだもんな、この1試合でラストだもんな。これで相手のあれがずっと残っとんすよね。ちょっと待ってよ、これ言っとく、行くしかねえもんな。色変えない、あれだろ、とりあえずは。あの狼マン食らっちゃうけどな。ちょっと 音ほんとひどいんですけど、マジひどいんですけど、ちーちゃんもなんかあれやってるのか、デッキを見せるとかなんかそういうあれじゃないね、これな、完全にな。あいつだけとりあえず打っとかなかんだけど、色変えずに、とりあえず打っとかなかんだけど、あそこだけとりあえず終わらしとかんと、あなたがイラミスするで。ここの本当でもさ、進化パレンケの対策をどんな風にしてきゃあれかなと思って、まあ、田島で打っていくしかないっていうのは分かったんですけど、なんだけどなんだけどなんだけど、ちょっと待ってよ、やっぱここだな、どうしてもな。ちょっと待ってよ、うまく下げれんかい。シレーナが俺でいいっちゃいいんですけど、やばいな、一時回っちゃったね、これ。最後の試合か。最後の試合か、これが。しまったな。これでとりあえず耐えて、シレーナ打っていくな。ちょっと待てよ。よいしょ。All better, all the better, none better, all best. こっち行っとくか。ほんと、音ちょっとひどいんですけど。これが私、色が変わったとかわかんない。これがな。シレーナがおらんかったらあれなんだけど、耐えれるんだけどな。あれはさすがにきついだろう。あの、2000いくつでなんかあれだな。バフもかかっとるあれだしな。ということで、これが、これもそこっとるな。ちょっと待てよ。ちょっと待って、こっち行っといて、こう行っとくか。とりあえず行っといて、
もちろんね、全体価格で耐えれると思ってないですよ、それは。さすがにあれだな、吸ってきやがったな、あれ。それで、まあ、全体価格で一応、こっち打っといて、ちょっとで、こっち打っといて、ちょっと打っといて。数的にきついとこだな。ハバキの後ろはまだ私一応1個はおるんですけど。とりあえずここはというところで。あとは、こうか、そ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 うか、来るな、来るな。まあ、言っとくしかないな。よいしょ。次だろう、あの起こしてくるのは、じゃあ使ってくるのは。連続のかかりが消えたか、エヴァンジェが残っとるもんな。そうか。フランクイズユーだよ、フランクイズユー。フランクイズユー、タゲが本当に難しいな。曲線のやつタゲだもんね。直線投げろよ、そこで。どうしたの？どうした？どうした？いや、使うよな。いや、お情けは無用ですよ。あの、間違えた私が悪いんだね。ありがとうございます。ということで、やっとこうやって画面が戻ってきたね。全部のデッキもいけんかったもんね。ありがとうございます。ごめんなさい。ということで、すいませんでした。ということで、ごめんなさい。ということで、そうだね、こんな8の12ってあれだもんな。あ、2か。あ、そうか、タイヤ2個か。4だと思った、ごめんなさい。4だと思った。ちゃんと読みましょう。いや違うだろ、こんだけ8の12だあれだろ、お前の中でなんか間違えるもんが絶対あるんだけど。4つだったらそうだもんな。他ほとんどそうだもんな。ということで、デッキ的に順番に行きましょうか。こっちを行って、一応向こうのやった分も帰ってご紹介して、そんで終わりましょうかということで、ここら辺全然違うね。これなんか前の残り消してないんだろう、多分。とりあえずこれがあれか。そのさっきの対戦相手の拝借したじゃないけど、そこら辺とこから見て、し、あの対戦中、名前を捨てますわ。あの対戦相手、っていうか、最初に言ってますがね、あの S が3つついてる人と対戦でやった時、私はそれはトレースしますって、うん、あの大体それぐらい7割ぐらいの何アベレージを叩き出しとるデッキだから、どんな感じのやつをどこに置いてっていうのを一通りはある程度覚えて、その1回は使ってみたりするんですかね。そこら辺とか、いや自分的になんかこれ、あすげえいいよないいよなっていうのなんかうまくなんかつまみ食いしたような感じで勝手にやったっていうのが、ここら辺がなんか結構動くんだよなって。4の2、それから5の2、4ターン目5枠、5ターン目4枠5枠ってことで、で、田島入れて、引き継ぎとしては非常に火力弱いんですけど、止めるとしては結構あれだね。ただこれ対戦やって思いましたけど、その人結構というかかなり上手い人だから、なんていうの、そういう強い人じゃないけどさ、分かっとる人と環境が揃った時だとめちゃめちゃ機能しやすい。見とって思ったこれ。あ、1からほんと3万じゃないけどさ、タゲとかラムとか綺麗にしてっていくと動きやすいよなっていうだけど、まあ、別に口悪い言い方じゃないですけど、もう環境がノラじゃないけどさ、もうちょいなんか乱れての環境になると機能しにくい。だから、ほっとり揃っとる人のメンバーとかになるとすごい機能しやすいんじゃないかなと思った。それでも使ってみようかなと思ったんですよ。確かに動くは動くよなって。ただ本当にムラっ気があるというか、安定してね、火の、短期じゃないけど、非オンリーの時みたいな、シーサマみたいな、ある程度の確率で動きやすいっていうわけではない。だけど、有効性はまああるかなと思って。止めちゃったらもう早いもんね。って思ったんですよ、やってみた感じ。で、意外に悪くないかなというところで。これがその拝借したっていうわけじゃないけど、そこをちょっと自分なりに変えてみたとか、うまーくなんか引きつけたじゃないけどさ。これ結局こうやって何、ちょっと音もプチプチ切れないんだけど、ターン数どんどん見ていくと、普通だとここの2枠のパレンケンとこの後ろ行くとさ、これ、風で言うと全体攻撃かけると、こいつらしかいないですが、ここら辺。これはまああかんもんね。自分でやるから。てかね、水しかばらまけんから、今日の感じで言うと、
水を使ってるというと完全に火がトレンドですが、あ、全体攻撃がばらまきにくいから、そうするとここでまで引きつけてここで全体攻撃っていうのはできるんですよね。だからここまで引きつけるっていうの、まあ、それがすごい賢いよなって、お前に言われんでも分かっとるわって言われそうですよね。お前がバカなんだろうって、まあ、そういうことは抜きにしましてって思ったんですよ。だから最後結構とりあえず遅延は置いてみましたけど、好みは結構分かれるかなって。ここも別にあれだね、これ色食らうで、要は火のね火力アップじゃない、貫通するようなやつスキルありますが、地味編とか食らうもんでこっちに下げたんかな。もうやってみたんですよ。ちょっと違うけど方向性としては別にいいよなと思って、これ煮詰めるのに時間なかったですけど、こういう引き付け方ありだよなって。引き付けっていうこれ完全錯乱だよね。特にここのターンであれだよね、ユカタンとか置きたいぐらいね。ユカタン、メノモル、それからピーちゃんでパレンキおったら完璧だろうね。もうぐちゃぐちゃだろうねっていう展開を望みたいかなってところですね。なかなかそれは難しいですけど、そうするとあれだね、うまくさっきのいい試合みたいになった時ありましたが、ターンというかみんなのさ残数がぐちゃぐちゃになってさ、でこっちだけ一方的に私だけ減らしていけるっていうような状況が作りやすいかなって勝手に思いましたね。いや本当にいいと思う。次の機会にどっかあれだね、私このために今日ゆかさんゆるぽ使ってあげたんですよ。こんなやつ絶対捕まると思って、餌にして育ててなかったんですよ。進化パレンキャの餌にしとったんですよ。こういう怪我が来ると思わんかったですもんね。ということで、まあこれがあれかな、私的に好みかな、脳筋玉になったら分かっとるもんね。ここが答え出てないですよ、本当に。引き継ぐならもうこれ水でいった方がいいと思うんですけど、ただ水を引き継ぎたくないんですよ。これ全属性どれが来ても対応させたいんですよ。ここだったらゴーダイがおらんもんで、このターンだとゴーダイが出てくるもんだけど、このターンでもたまに相手の方がずれてゴーダイに引っかかった時ありますよ。本当ならあれだよね、イオタウルスにしたいんだけど、コスト的に60はきついもんで、60のカードはこうやって見とると1枚しか切れんのですよね。だからそれを何切るかだね、シレーナでいくか、ハバキでいくか、ランチャンでいくかっていう選択肢かなと思ったんですけどね。私的に好きだね、好きだけど、ただこのデッキはおそらく 7.5 割とか8割とか突き抜けていくデッキじゃない、やった感じでは。打てて気持ちいいんだけど勝て取るっていう感じじゃない、はっきり言って。さっきのこういうのみたいな、本当変則的じゃないけどイレギュラーで、こういうデッキのが絶対に結果残せるとも、やった感じとして。結局こういうのなんか対応しとったり、初手のねバスト手のこの何凸の差っていうの、イベ補正のそこのとこで勝率を稼いんじゃないかなって勝手に思ったんですよ。でこれもさっきのとこじゃないけど派生してて、ここをピーチャーに変えて、ここ火がねみんな変えてくるから、火体力アップしてどうかなってやってたんですけど、うまくはまるわけじゃないね。だったらさっきの方が絶対いいと思う。ピーチャーで行くよりは確実じゃないもんね、味方に何あれがおるっていくのが、目の部分がおるっていうのがさ、ツタンカーメンで言ったら多いですけど、ただ方向性としてはさっき見た通りいいかなと思ってる。次の時に本当もうちょい時間かけて煮詰めたいですね。いろいろまだまだやってみたいことありますということで、これがさっきのあれか、あんたの問題間違えます玉コンボか。朝とかは良かった、ただ2人とか出てくると終わるで、そこまで優位性はないかなって。これがまあ一番あれかな、やっぱしっくりきたかなって。ホタルに変えた方が引き継がんでいいもんね、水がないもんね。ここだったらね、とりあえず全属性で何色が来ても平等に殴りたいっていうの、不利を取りたくないっていうのかな、失敗したくないってことじゃないですけど、の方がいいかなと思って、ここ引き継ぎたくないんでホタルにしました。火に変えるよりここは絶対水がいいかなと思ったんですよね。進化パレンケだけですね、そこの答えが出てないので。これが、ここが4枠がね、火がトレンドだもんで、うまーくここにね、これいつ入れて、ベギン入れて、で、S++++ かの人のデッキがあったんかな。そこら辺、あ、賢いよなって、火が多いとこだったら別に火の蘇生入れやいいので、ベギン入れやみんな蘇生できるなっていうことを入れてみたんですよ。ま、前後の構成は違いますよ。4枠は使ってましたもんね。あ、別に、今日だったらあれだもんね。ここ4ターンは動きますからね、確実にね。うん、いいかなと思って、ベギンを素直に採用して、前後のあたりはあれか、自分の手持ちのゆるじゃないけど、自分なりのアレンジにしたってことですかね。まあでもこれぶっちゃけて言うと、こうやってなんていうのは、蘇生2人並べた方が多分勝ちやすいと思う。無難にさ、バストって入れて、ここら辺にラムとか入れて、こんでオーバーキューでもいいけどさ、まあこれは多分、ラムよりあれだろうね、水編とかの方がいいだろうね、ここでめっちゃ食らうから、水だったらそういうの食らわんから、最悪風とかでもね、そこまで耐久、確かこいつ、微補正があると3万近くぐらい出すんじゃなかったかな。あれがね、火の穴に地面とか食らわんかったらなんとか耐えさせれるから、そっちも多分いいんじゃないかなと思って。
ある人はこれ水平にして雇ったね。あ、賢いやなと思った。名前は全部伏せますわ。多分対戦やってる人みんな多分わかるんじゃないですか、一通りは。うん、ああいう思った。お前に賢いって言われるのも分かっとるだろうと言われそうですけど。それでこれがさっきやったやつか。本当はこれを変えると、まあ、スクショとか取れなくなるやつが、こっちに変えた方がいいと思うんですよね。それでランちゃんやられた。最後に置いとったユキちゃん。あれ2ターン変えられたら積む。積む。だってたげられたら終わるもんね。あれは賢いと思う。ただ遭遇率が低いから、多分このデッキを使っててもおそらく勝率は高くないと思う。あくまで本当にランチャン対策を作ったっていうだけで、使い続けるよりはオーソドックスのデッキの方が絶対勝率はいいと思いますということで。これがね、意外にそんな機能しないんですよ。当たり前なんだけど、ここはもうあれだもんね。もう完全ターゲットにされて火がボコボコにされるから、死傷とか死傷とか死傷とか肉合うとか肉合うとか肉合うとか出てくるから。まだ置くなら最後のがいいかなと思う。これをだからこっちと逆にした方が、って思いました。素直にやってみてね。うん。そう。で、これが逆にしたとこか。こっちの方がまだあれかな。ただでも最後のはばきでもそんな優位性がない。ニニギとかかけられたら終わっちゃうし、うまくエヴァンジェとか絡んで勝った時はいい気になるけど、トータルと見てるのどうかなって、はばきの優位性がちょっと難しいと思う。60でこのカードを使っていくっていうのが、使い方次第なんですけどね。私のこの前後の構成だと少なくともそんな優位性があるのかなっていうのは疑問に思ってますということで。でこれもまた対戦相手さんの方から拝借いたしました。何でも何でも拝借しますよって。ここの進化パレンキは確かに思うんですよね。ハマりますよね。ただここで39のカード使っちゃうと、シレナとかあの辺りが使いにくくなるとかですよね。ここはでも絶対賢いと思った。だってこれ毎ターン発動だもんね。パレンキで1ターン耐えたらもう一発打てますが、2発ぐらい打てる計算になると30計算で 30% の 60% とか結構いいよなということで。でこれはあとはね、蘇生蘇生並べてみましたけど、別にここはあれですよね、火力でいってもいいですよね。ただやっぱり蘇生蘇生の方が多分勝ちやすいんじゃないかなと勝手にね、まあ、無難にいくなって思ってますということで。でこれがまあ拝借してったようなところか。でもなんていうんだろう、このスキル構成から言うとめっちゃ理にかなってるなって。さっきも言った通りに先落ちじゃないけど、私の言葉で引きつけていくとさ、これここしかいないですか、全体攻撃かませれるやつが。今日の時点で別になんていうの、シーサマで環境じゃないからね、こうやって何落ちたところ、例えばここまで耐えて次でここでね短縮かけるとかっていうのがやりにくいから、やっても何効果がないというか薄いというか、やらん方がいいような感じには思うような状況だから、そう考えると全体攻撃かけられるとここしかないですが、5ターンのまあみかんなりいろいろいますが、ここら辺、これは剣心か、剣心あたりにこれもいますが、よく見るよく見るグーネズ先生とかもね、小町はまあ私の好みじゃないけどね、ランチャン対策で使いましたけど、ここら辺でもゴロゴロいますが、全体攻撃がここがあれだよね。だからここまで引き伸ばして引きつけてもいいかなという発想かなと、ね、今のコストでいうと179だったか、考えると本当すごい賢いというか、だと思う、理想的だと思う、うん、ちょうどコスト的にはまるもんね。パレンケ、オバキューとか並べちゃうと、これコスト的にあれなんですよね。ここは逆にあれなんですよね。パレンケ置いてみたけど、ハバキのは多分いいと思う。逆に言うと、引きつけるっていうなら。パレンケだとちょっとあれだね、力不足。で逆に、こっちに、ここにパレンケ回しちゃうとちょっと弱いよね。今日の環境で言うと。2万ちょっとでしょ。メジェドが3万ぐらいでしょ。初めてメジェドって言ったら、あんたオバキューって言わんのって思うんですよね。これが3万3万だったらね、両方ここに置いてもいいけど、まあ、そんなインチキなことはないね。大体2枠でこれでイベ補正あって3万近くなんですが、それはインチキだろうね。まあ、ここであと好みですよね。当然のごとく我らが2-2戦でもいいし、他の全体攻撃でもいいし、まあ、これ本当にいろいろなんか逆に遅延とか入れてもいいかなと思う。うん、ただまあ引き付けて引き付けて言うのがあれだろうね。蘇生か、まあ、全体攻撃一番あれかな、火力が欲しいところでしょうね。これね、俺のすごい理にかなったと思う。これは本当に思いましたということで、素直に拝借いたしましたということで。これもこれそうか、ここはさ水辺にするとすごい動きやすいんですよ。相手が要は何、火のパレンケで来とったら水辺にして叩いてきゃいいですが、でああれここでパイセンとか出てきてかかっとると、1回6000ぐらい出して抜けたんかな、ヒゲにして。まあそれはできすぎだった時はありますけど、結構有利だね。パレンこれらに密変してパレンケ2体叩けたんですよ。味方が耐えてくれたから、ユキちゃんが生きてくれて、結構優位性あるよなって。もちろんハマった展開だからね、自分に都合のいい記憶になっちゃいますけど、悪くないかなと思った。コスト的にソースとかが避けにくいから、これも可能性あると思っとる。ここで数少ない水蘇生かたまにもらえるという、まあそこは期待しにくいよね。火のが変えてくる人多いから。
悪くはないと素直に思ってます。色変えれるから相手次第でね、普通になんて言うんだろう、風で折るならもうそのままで折れないですしねって思いました、うん、でこれがランチャンデッキか。ここ別にあれですよね、あっちでもいいですよね、あのあれ田島でもいいからゲップ出そうになったけど、ただこれがさ遅延食らったりしたらちょっとちびりだもんね。さなんとなくちょっとここで耐えたら間延びシーンかななんて思ってこれにしてみたんですけど、ただこれ入れたからで素直に勝てるっていうわけではね、おそらくコスト無制限だろうね。ただそうするともうこれが出てくるってみんな分かっとるから色変えるってするだろうね。だってもうこれぐらいになると幽霊が3体も4体もって多分通用しにくくなる、貫通されたらもうあれだもんね、幽霊2体3体で多分きつくなるから色変えるしかないよね素直にねって思いますよね。だから最後に置くっていう構成になるけど、その色対策をしたデッキだと逆に勝率が悪くないんじゃないかなって勝手に想像しておりますということで、そんでこれがそこまでやってないけど割と個人的に良かったかな。だからここに何この2人を置きたくなったんですよ。こんな感じで意外にハマるっていうのかな。要はだってこのこいつが何一番先に倒れてきますが、さっきの試合でもやっ途中でやりましたがね、大体先に落ちていく展開が多いんですよ。当たり前なのでそんな風の構成にしたりとか、そこが今にねハマりやすいかな。ここの4もハマりやすいかな。ここただね親父置いて6にしてみたけどね、6はきついかなさすがに。5だね、5の2かな、6はちょっとやりすぎかな。ここは意外にあれかな、ほんと4の2は高山先生はハマりやすいかなと思うんですよね。何を置くかかなと思ったんですかね、これはね。幅切り、さっきの構成みたいな幅切りでもいいですね。まだまだこの、何このラインじゃないけど、まあもちろんこれ、ゆえ補正があるから目の部分が生きたってとこありますけど、ちょっと煮詰めてみたいね、他の同じような状況の時に。うん、可能性をすごい感じてました。新しいなんか先落ちのやり方かな。あの、巡り合えてありがとうございますということで。まあそんな感じでございますね。まあ長くなったんで、ちょっとあれかも。向こう、割愛いたしますか。やっとることは似たようなことなんですよ。ただね、今スマホ見て自分のあのデッキの方見たんですよ。凸が弱いもんでね、ここをね、こっちは逆に凸が弱いんですよ。ね。これ。タイゾー使ってたんですよ。タイゾー向こうが7か、こっち6なんですよ。なんでこれ使うとこのバストテドのコスト差が6がきついんですよ。だって右のスクショの通り麦173ですがね、あれ体操に変えたらダメなんですよ。でまあ現に体操耐える可能性ないですが、そう考えるとさすがにバストツの、ね、優位性がというところで、まあ、こんな感じでとりあえずもうまだまだ言い出したらキリがないです。答えが出てなくて、2枠は本当何色できゃいいのか、どういう風に対策していけばいいのかっていうのが出てなくて、まあ、こんな感じで来ましたということで、とりあえず最終日ということで、向こうがね、ちょっと待ってくださいね、向こう見ますわ一回、ちょっと待ってください、今見ますわ。向こうがね、110の71で終えて、ちょっと待ってくださいよ、あの言葉だけで変えてなんかやるとこの音がまた変な風になりそうで、ちょっと待ってくださいね。110の71の87の51、110の71、87、23か、23の、ちょっと待ってくださいよ。110だから。23の、ちょっと待ってくださいね。23の、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 23の14。そんな良くないね。23、6割だもんね。7割ないもんね。そうだね。ランク的にあれだもんね。上がっとるわけじゃないから、そうだね。6割ぐらいか。やっぱりだね、似たような構成でやっとっても、初手のなりにバスト手のあるのもないね。それで差が出たんじゃないかなと思ってますよね。こっちで言うと、64の48? 64の48。そうだね。まあ、7、ちょっと超えぐらいか。絶対バスト手の差だと思う、素直にやっとるところは。で、向こう負けにあの、幅きがないからね。そこら辺のところであの実験ができんかった。そういうこともありますので、まだまだ言い足りんことはありますけど、まあ、とりあえずそんな感じでございましたということで、長かったございません、対戦ロードね。これでまたあれか、また明日から私、あれですよ、不思議問題というか、問題、あの、あれですよ、ゆるぽためて、またあれですよ、あの、トツをどんどんあのダーウィンためてね、あの、進めていきますよ。復習問題がどんなもんだろう。まあ、少ないね、これね、欲しいね、もっとね。復習問題解いたら、問題シュッシュ解けるもんね。こっちの方がいいわなということで、とりあえずまた明日から問題、間違い問題いっぱい解いて、あのたまったスクショじゃないけど、そこら辺もね問題集作ってまたまたやっていきますよ。また次の対戦はいつでしようかということで、はい、ということでそんな感じ、終わり。おそ最後まで出ないでこの野郎、クソ遅延使わないよお前、誰だったあいつ、まあいいわ、口悪いことは言わないとしてということで、そんな感じでございましたということで。